今日も行きましょう。行こう。マスク持って。ありがとう。2022年6月、沖縄生活6日目のこと。分厚い雲が空を覆い、今にも雨が降り出しそうな天候の中、私たちはランチを食べるため車を走らせた。本日向かった先はタコス専門店メキシコ。沖縄は1945年の終戦から27年もの間アメリカ軍統治下にあり、その影響を色濃く残している。食文化もその一つで、特にタコスはその最たるものだろう。このお店はタコス以外のメニューはなく、私たちはそれぞれタコスを注文。こうかな、多分そういうこと。うん、どう、もちもち食感のトルティーヤにトマトの酸味、スパイスの効いたひき肉は絶妙なバランスでとても美味しい。1ピースがとても食べやすい大きさで、食べきれるか不安だった4ピースもペロリと完食。瓶で飲むジンジャーエールも格別で大満足のお昼ご飯。その後は場所を移動し、カフェで YouTube の編集をする。遊ぶ時間と作業する時間の切り替えをして、不定期でも動画投稿は続けていけたらと思う。編集に一区切りをつけ、やってきたのは女の駅中ゆくい市場。ちなみに中ゆくいとは内縄口で一休みという意味らしい。その名の通り一休みできそうな出店が立ち並んでいる。私は美味しそうなトロピカルジュースを発見したので飲んでみることに。見て。え？すごくない？パッションフルーツ。うん。沖縄に来て以来ハマっているパッションフルーツが種ごと入っている。甘酸っぱくて美味しい。ここに来たかった。一息ついて店内も巡ってみることに。沖縄で採れた野菜やフルーツ、加工品から衣料品まで、見ていて楽しいものばかり。沖縄ではたくさんフルーツを食べるんだと意気込んできた私は、どのフルーツを買おうか吟味に夢中。店内をぐるりと回るとお酒コーナーを発見。ジンゲット。買いますか。沖縄では珍しいというクラフトジンも入手。悩んだ末、フルーツはパッションフルーツとスイカを購入することに。お家に帰って食べるのが楽しみだ。さて、ここへ来たら食べ忘れてはいけないもの、三ツ矢本舗のサーターアンダギーも購入する。揚げたてのサーターアンダギーがびっくりするぐらい美味しいんだとか。食べたいものが何でも揃う道の駅は、私にとって夢の国のようでした。帰宅し、早速スイカを頬張る私。おいしい。沖縄県は、今帰仁で採れたスイカは、日本一早く出荷されるスイカとしても有名で、12月には初物が採れるんだとか。まだ6月のこの時期に、この甘さのスイカが食べられるなんて、びっくり。しかも、一玉1000円。沖縄滞在中に何玉食べてしまうだろうか。翌日、6月7日、降りしきる雨。今日も今日とて、私たちの活動はランチを食べに行くことから始まる。やってきたのは浦添市にお店を構える高江そば。地元の方からも愛されているこちらのお店。平日のお昼時、勤務中のお昼休みで訪れているお客さんも多く、これぞまさに大衆食堂。私はオーソドックスなそばを、彼はこちらのお店で人気の西豆腐そばを注文。いただきます。
縮れ縮れ太麺、うん、やっぱ縮れてないとね、麺は。いただきます。はい、うん、どう？美味しい？石豆腐そば。豆腐そばって感じ。じゃあちょっと豆腐と一緒にいただこうかな。豆腐が浮いてる。麺はもちもちで、お汁は出汁がよく効いている。絶品。これかけてみる。何それ？ホーレーグース。ホーレーグース。なんだ。興味本位で卓上に置かれていた調味料コーレーグースなるものをかけてみる。タバスコみたいな辛いの。辛いか。酢じゃない。酢、あのさ、のれんにすくってする、食べてみたら。のれんって何？レンゲじゃない。レンゲ、レンゲ、レンゲ。のれんにはすくわず、すすって食べてみる。うそ、酢、だし、なんだ、甘い、うん、お酒の味する。え、コーレーグース、後から調べてみると島唐辛子を泡盛で漬け込んだ調味料らしい。コーレーグース入れて美味しい。うん、入れなくていいかも。食べ慣れていない私たちにとっては何とも表現しがたい味。最後まで美味しくいただき完食。お昼ご飯を食べ終わる頃には雨も上がったので、北谷市にあるアメリカンビレッジへ。異国情緒漂うこの一帯はアメリカンな雑貨や衣服、食べ物を味わえるんだとか。確かに興味深いものばかりが所狭しと並べられている。アメリカとはあまり関係がないが、欲しかったトゥーリングを見つけたので購入。早速身につけてみる。どう？あ、できた。結構いいかもしれない。めっちゃおしゃれ。いいね。めっちゃいい。違和感ない。何も違和感ない、うん。続いてやってきたのは、白草リッチこと前田コーチ。あれかな、ヨードレ。いや、ヨードレはね、お墓らしいよ。まっすぐ行って、右って書いてあった。行ってみるか。うん。メル・ギブソン監督の映画、白草リッチで有名なこの場所。うわ、映画を二人で見た時から、いつか行きたいと話し合っていた場所。こんな高いの。ここ前田コーチは1945年4月、第二次世界大戦末期に始まった沖縄戦で多くの死傷者を出した激戦地。生い茂った木々を眺めながら歩き進めていくと、空が開けた大きな広場のような場所に到着。ここが白草リッチ。映画ではこの切り立った崖の上に登ってくる米軍と、崖の上に軍事拠点を置いていた日本軍が血で血を洗うような戦闘を繰り広げていた。そんな凄惨さとは裏腹に、いつの間にか頭上を覆っていた分厚い雲は消え、浦添市から東シナ海までを一望できる美しい景色が広がっていた。行けるの？行ける。さらに奥へと進む。前田コーチ、平和の石踏みも通り過ぎ、さらに歩いていくと目的の場所へ。この岩は米軍からニードルロックと呼ばれ、戦闘中は重要なポイントとして争奪戦が繰り広げられたらしい。よく見てみると弾痕も残っており、ここで行われた戦争が現実味を増して迫ってくる。すべてを見学し、登ってきた道を帰っていく。同じ道だけど、来た時とは違う気持ちを持ち帰って。駐車場の近くに甘味所があったので、一息つくことに。うん、美味しい？美味しい。しょっぱい。甘じょっぱい。
塩チンスコウ味のブルーシールアイスは想像以上に美味しかった。さあ今日も行きましょう。今日は絶対泳ぐぞ。絶対にね、うん、あ、持てる荷物持てる、ありがとう。6月8日今日こそ海に入るぞと意気込んで家を出る。名護市まで車を走らせ、まずやってきたのはキャプテンカンガルー。おしゃれな店内には絶品ハンバーガーがあるらしい。期待に胸を膨らませ注文したのは看板メニュー、ルーススペシャルバーガー。さて、お味はいかに？まだ全然つかない。断面、これ遠いね。チーズめっちゃ美味しい。チーズ、うん、顎を外しながらも豪快に一口一口味わっていく。ソースと絡んだ大きなハンバーグとトマトがとても美味しく、人気の秘密が分かった気がする。ボリューム満点、お腹も大満足で完食した後にやってきたのは有名なシュノーケリングスポット、ゴリラチョップ。おー、気をつけてください。はい、気をつけます。すごい。どう？気持ちいい？だからよっしゃ、いくぜ。沖縄に来て念願のシュノーケルがようやくできるとあって心は躍る。沖縄に来る前から用意しておいた装備を装着し、すでに心は海の中。めっちゃ OK、 よし。お、夢トレ中。できた、うん、できた、うん、うん、行きますか、うん、顔だけつけてみる。顔だけつけてみて、うん、すごい、息できる、息できる、うん、息できるすごいすごい、息できるんだ、うん、すごいすごいなんでなんで息できる。恐るべしシュノーケルマスク、海の中でも息ができる。さて、入念なイメトレの成果を発揮しに、いざ海へ。海の中はすごいことになっている。 GoPro を潜らせてみると、魚、何匹も魚が確認できる。これはすごい。2人で魚が多くいそうなスポットへ移動してみる。いるいる。熱帯魚がすぐそばを泳いでいる。手を伸ばせば届きそうなところを悠々と泳ぐ鮮やかな熱帯魚たちに感動する私たち。テレビでしか見たことがないような景色に、これは夢なのかとも思ってしまうほど。天気良かったらさ、もっと綺麗ってことでしょ。天気良かったらもっと綺麗だし、もっと綺麗な海もあるしね、うん、うん、いつまでも海の中にいたいと思ったが、雨がぱらつき始め体温が下がってきたので、ここでひとまず退散することに。どうやら6月後半の 1,2 週間は梅雨が明けるとの予報なので、その時にまた海に入ろう。晴れた日に潜る沖縄の海はどんなだろうか。まだまだ沖縄での楽しみは尽きない。せっかく北部まで来たのだから行っておきたい場所がある。本部町にあるアセローラフレッシュ。
本部町で採れた新鮮なアセロラを使ったジュースはもちろん、フローズンやビールまで置かれている。私はずっと飲みたかったアセローラジュースを注文。すごい色。うお。すごい。真っピンク。ね。おお、濃い。アセロラだ。え、飲みたい。濃い。あ。すごい。美味しい。こんなに美味しいとどんな実がなっているのか気になってしまい、お店の人に聞いてみると食べてもいいよとのこと。ご好意に甘え一粒いただく。お、酸っぱい、酸っぱいです。うん、酸っぱい。本当もっとあの甘いのもあるんですけど、これはもう酸味系っていうなんか、はい、そうですね。あ、なんかなんだ、スモモみたい。あ、人の声近いスモモ。うん。へえ。え、ジュース絞って、あの、そう、ここで加工中。すごい、美味しかったです。ありがとうございます。地元の方の優しい雰囲気で営まれているお店は、私の大好きなお店の一つになりました。その晩、今日はお家で晩ご飯を食べようと思い立ち、食材を購入し、帰宅。コンロが一口しかないので、まずはお味噌汁から作っていく。そしてメインディッシュは沖縄の名物料理タコライスを作っていく。トマトとレタスを食べやすい大きさに切り揃える。そして熱したフライパンにひき肉を投入。火が通ったらタコライスの素を振りかけていく。なんともスパイシーな香りが部屋全体に広がる。水を加え、水分がなくなるまで煮詰めていく。これでタコライスの具は完成。あとはご飯の上にひき肉、チーズ、レタス、トマトの順に乗せていくだけ。サービス精神旺盛な沖縄の食堂に感化されてか、量がてんこ盛りになってしまった。最後に味噌汁にはアーサを入れ、晩ご飯の完成。よし、できた。うわ、ありがとう。めちゃくちゃいい匂いする。スパイスの匂い。いい匂いするよね。うん。よし、できた。ちょっ。なみなみだね。だって、お皿ちっちゃいんだもん。お皿がちっちゃいの？そう、お皿がちっちゃい。あ、そうなの？レタスの量が多いように見えるけど。違う、お皿。あ、お皿がちっちゃいんだ、これ。そう。タコライスっぽいよ。タコライスだね、これ、完璧に。ちょっと、おもりにしちゃった。ありがとう。ちょっともう胃袋大きくなってるから大丈夫。バランスいいでしょ。じゃあせーので、いただきます。これを
な感じだったよね、うん、お店のも。うん、おいしい、うん、タコライスだ。ちゃんとできてるタコライス、うん、うん、これ飲むんだ。わさじりと島豆腐。あ、これ島豆腐なんだ、うん、島豆腐ってさ、なんか金ですか。うん、あ、いいね、磯、うん、磯の味。本日はここまで。私たちの沖縄3日間、まだまだやりたいこと、行きたいところが尽きないけれど、焦らずのんびり沖縄生活を楽しんでいきます。My heart is on the table 'cause you're my